朝まで生き果てちまった。この動画最後まで見てくれるやつは、愛してるぜ、ベイベー。ということで、はい、こんにちは、ブルーポーズでございます。今日もやってまいりましょう。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押した後に、この動画最後までご視聴いただけると嬉しいでございます。途中でブラウザバック行ったり違う動画見るなんて、そんな寂しいことしたら、あなたもこんな目に遭わせちゃうぞー。まあ、色とりどりのカラー。タトゥー入れるよりは、こっちの方が、タトゥーの方がマシだよね。はるかにタトゥーの方がマシ。ということでね、まあ、チャプター1の3をね、前回クリアしまして、あの、オオサンショウウオをね、あの、まあ、湖の底に沈めたというところなので、まあ、ここからは、とりあえずね、あの、まあ、ちょっと、誰だったっけ？アシュリーだ。アシュリーがいる場所。まで戻っていってね、次のパート進めていきたいなというふうに思っています。はい。いやー、なんかね、大変だね、ここから戻るのもね。で、まあ戻って、まあ、そうか、とりあえずあれだよね、なんかあの、プロレスラーと戦わなきゃいけなかったんだよね、確かね。うん。まあ、プロレスラーと戦うと手前までとりあえず進めていきたいなと思ってます。というのも、あの、いろいろちょっと戻、一旦却下。これも欲しいところだけど、これも却下。ちょっと弾回収する前に倒すべきやつを倒してからだね。あ、まあ、いよいよね、バイオハザード4のね、真骨頂であるね、やつと、まあ、遭遇して、そいつをぶちのめしてから、さっきの弾を回収しに行きましょうかね。どうもこの貧乏症ってのが抜けないんだよね。まあ、貧乏症と言うべきなのか、まあ、よく捉えるのであれば、あれだよね。うん。あの、慎重派。で、言ってちょ。なんで開いてるの？違う。進んで、進んで。来ない？来る？来ない？来る？来ない？あれ？あれ？来ない？来ない？来る？来る？来ない？ちょっと待って。あれ？来ないぞ。来ない？来た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 。ねえ。あ、名前なんだったっけな？あの、ほら、寄生獣って漫画あるじゃないですか。やっぱ、あれパクってるよね。で、脳が寄生されてる奴らが、まあ、もうこう、でも、バイオ4の場合、一旦こう、頭なってしまったら、もう復活不可なのかな？多分そうだよね。よいしょ。とりあえず。ててオッケー。あの、もうちょっとあの、弾使い切って、ふわっ弾使い切って、あの、50発にしようと思いますんでね。ちょっと余っちゃったな。蹴らずに使い切ってもよかったかな。OK。じゃあ戻りましょう。5000発、アジャース。今更の話だけどさ、あの、スカーレットと、バイオレット、あの、ポケモンのさ、まあ、いっか。めんどくせえな。うん。いや、何しようかと思った。一体だけいる敵を先に弾使ってと思って、そこまでやったらなんかちょっと、さすがに貧乏すぎるなと思ったから、やめた。ね、あの、バイオレットとスカーレットやった人わかると思うけどさ、まあ僕、バイオレットをやってて、あの、ミライドンっていうね、あの伝説のポケモンのパッケージになってるのがミライドンっていう名前なんですけど、ミライドンとあの、コライドンっていうね、未来とコライってね、なるほどっていう、まあそんなのがあるんですけど、まあそれはいいとして、よいしょ。OK。いないな。はい、いたいた。そうそうそう。で、そいつらが、なんかね、伝説のポケモンなのかなって思ったら、そうじゃなくて、単純に乗り物になるっていう、ちょっと面白い仕様なんですけど、だから、今作品って自転車じゃなくて、バイクでブーみたいな走る感じなんですよ。そのなんかミライドンがタイヤになってね。で、走るんだけど、その時に、まあ、謎に懐くんだけど、その懐くのが、サンドイッチをあげて、それを食べて、あ、こいついい人だって、主人公いいやつだって思って、こう、ついてきてくれるみたいな、なんですけど、その時の、あの、擬音がさ、アギャースなんだよね。アジャースなんだよね、もう、もはや。うん。でって話なんだけどね。はい、じゃあ、回復する前に、でん、けい、押す、押す。で、めんどくさい。2個まとめて。ああ、そっか、焼夷弾取っちまったら、これ弾、いけんのかな？いや。意外とここをね、気づいてない人とかもいたりするんですよね。でも、ここを気づいてないと、確か宝物が全部集められなかったはず。そうそう、この仮面の宝石がね、うん、集められないっていうのがあるんで、
まあでもさすがにもうこうもう発売して20年近く経つ作品でそれを知らないっていう人はいないと思うから、ということで、おめえさんなんでそんな裏から回ってきてるんだとかって言われるかもしれないけどね、あなたの防御壁がガバガバだからですよ。はい。まあでもこんだけありゃ十分かいね。今んとこ別にこいつら撃っても仕方がないからね。とりあえず、まだ大丈夫かな。しょったま。一応、そうだね。セミオートのショットガンが手に入るまでは、ライオットじゃなくてこいつを使っていこうと思うから、意外とね、こう武器を大量に持っていくと、だんだんなくなってきちゃうんだよね。これ、とりあえずいらないです。うん。まあ、本当はライフルの弾もね、ストックできてたらいいんだけど、いかんせん、こう、投げる系の武器があまりにも手元に多すぎるから、とりあえずまあ、これで進んでいきましょう。よし。んで、こっちは、本当どっからだ、ね、あれ？ちょっと待って。これはまあ今持ってるやつ。で、シカゴタイプはいつか手に入る。これ一番目のやつさ、バイオファイブに出てくるマシンガンだよね。あの BSAA 御用達のアイテムだと思うんですけど。そんなん売ってくれないじゃん。欲しいのにな。残念ですね。よし、じゃあ戻りましょうか。で、とりあえず、まあダムでダムダムした後に、まあその、誰だっけ？あ、プロレスラーと戦う、その手前のとこくらいまで行こうかなと思います。で、プロレスラーと戦い終わって、まあ、シュリーちゃんのおパンツ、白いのを眺めて、っていうのが、まあ、次回パートになるかな、というところですね。小刻みに、プル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 。そう。ところがね、まあ、今回ね、もう、分かっている方には分かっていると思うんですけど、分かっている方には分かっている。日本語がおかしいよね。まあ、ご存知の方にね、もうこの衣装をレオンが選択している時点で、はぁ、テンションだだ下がりだわーっていう人がいるっていうのは、その気持ちはすごくわかる。俺もわかる。だから、もう貴重なね、貴重な貴重なムービーシーンを、まあちょっと手をパンパンと叩きながら拝むっていうのを、こう、この今作品ではね、やっていこうかな。今作品、まあ、今実況ではね、やっていこうかなと思いますんでね、もうぜひね、お付き合いいただけたらと思いますよ。ほんとね。まあ残念なんだけどね、まあ、色気のかけらもないけど、まあその代わりちょっとね、プロフェッショナルではね、まあ無敵を誇る衣装だからね、まあむしろ、アシュリーをおとりにもういろんなやつブイブイ言わせてやろうかなと思ってますから、はい。ということで、今からダムをダムダムしに行きますということで、あ、ピョイン、あ、もう一丁ピョインで進んでいって、で先っちょに行くと、先っちょだけよ、先っちょだけダメよ、先っちょだけなんてもっとずいずい入ってこなきゃ、あしまったな、一個使ってからの方が良かったな。これ多分開けちまったら時間とともに、いや、樽から出てくるアイテムは時間とともに消えるっていうことはないのかな。敵から出てくるアイテムはね、時間とともに去りぬだけどね。うい。うい、あれ、外した。そう。あ、3発。意外と体力低いぞ。いやー、ほんと壁を降りていく姿と、このギャングの格好のギャップのシュールさよね。ほんと。面白いよね。こういった奇抜な格好、まあ、これはまだ、でもまだマシか。次のバイオ5のさ、このクリスの格好がもう奇抜すぎてさ、ね、世紀末になったり、ゼブラ化したりとか、いろいろと。あれ面白いよね、ほんと。なんなら敵の衣装もさ、いろいろこうちょっと可愛く変えれるとかみたいな仕様があったら、すごい面白いんだけどね。まあさすがにカプコンさん、そこまでの遊び心というか、それはもう遊び心というか、ただ単にもう、ただ悪ふざけになってきちゃうもんね。まあ、どうだろうな。皆さんは、各、隠しコスチュームで言ったら、誰が好きですかね。誰のどんな衣装が好きですかね。僕結構、バイオリメイクのジルの、ミニスカ好きなんですけどね。ね、サンドウィッチになってる時に、もうサンドウィッチかどうかよりも、その下にあるアワビの方が気になるっていうところなんですけど。ということで、赤チャコン。ね、あとはそうだな、バイオゼロのレベッカのレザースーツ、レザー姿、スーツじゃないもんね、レザージャケット、ジャケットでもね、あれなんて言ったらね、まあレザーあれ好きだし、あとはそうだな、まあなんだかんだ一番露出度が高いもので言ったら、バイオ5のシェバーかな、シェバーのアマゾネスだよね、あんなもう、
完全に露出狂になってるから、防御力低すぎてワロスみたいなね。そっからなんか、バイオファイブあたり行って、やっべえ、なんかまさか、うおー、ちゃってってって、くそ。まさかこんな目に遭うと思わなかったな。ちょっとこれ予想外ですね。どうしよう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 。これ来てるよね。でも先回復させとかないと、2個食い、2個食い。OK。ほい。あそこで倒れるのか、そこで倒れるのか。仕方ないな。ああ、落ちていく。もう、スーパーチキンタイム、スーパーチキンタイム、チキチキタイム。チキチキレース。チキチキマシンモーレス。そう。だからその後のさ、まあ、リベレーションズとかでも、あ、でもリベレーションズはあれか、まあ一応時系列的にはバイオ5の前だもんね。まあ、あ、そっか、エロ担当でってバイオ6の、一応、シェリーも、ね、衣装一つでパンツ出したり、おっぱいお尻が見えかけたりとかもしてたから、まあ一応エロいか。だからセブン以降狂ってきたよね。セブンとか、あとはリベレーションズ2とかでもさ、一応その、まあクレアとね、モイラだっけ？うん。とか出てきてる。モイラも色気もかけらもないもんね。うん。まあ確かにフードをかぶった姿で出てきた時の、あれはなんて言ったらいいの？ビキニって言ったらいいの？それとも、あれは ブラでいいのか？一枚で出てきてるのは、まあ、その格好としてはノーサスズッキュンかもしれないけど、いかんせん体つきがね、まあでもああいうのが好みだっちゅう人もいますからね。うん、他もちょっと、うん、出るとこは出ててほしいかなと思うんですけど、上の方はね、お尻はあんまり興味がないかな。まあでも海外、欧米は、お尻が好きっていう人も多いよね。ということで、なんか気づいたらもうここまで来ちゃったんだから、ダラ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 ね。今回は本当にラジオ界って感じだったね。前回、前々回頑張ってテンション上げていこうぜ、ベイベー。ヒャッフーってやってたけど、今回はそうはいかんかったっていう感じだね。やっぱなんかこう、これっていうトークテーマを決めてゲームを始めていかないといけないなっていう気概はわかるんだけど、気概っておかしいな。まあまあっていうのはわかるけど、いかんせんその、ゲームをしながらになると、なんか、今みたいなこのゆるい敵が何も出てこないとかさ、さっきみたいにチキチキマシン猛レースができるとかいうようなところで、あ、コウモリさよなら。とかだったらね、全然問題ないかもしれないですけど、まあ、何せこう、激しい、まあ、次のその、プロレスラーと激しく一悶着するようなパートとかになったら、夢中になっちゃって喋ることがもうままならないくらいになっちゃうんでね。さて、じゃあ、ここまで戻ってきたんで、まあ、ちょっと次回パートで、まあ、プロレスラーと一悶着やって、まあ、悪役レスラーをぶちのめしたいなと思うんですけど、戦争ができるな。ダメ。絶対ダメ。あの一番上のマシンガンが欲しいんだよな。じゃあここでちょっとアイテム整理等々やってね、一旦このパートを終わりにしたいと思います。なんかいらないアイテムとか売った方がいいのかな。ここら辺売っときましょうか。キーああアルバイルハイプライス適当です。 OK。 よし、じゃあ、ここら辺は問題ないですね。ステインも無事手に入れてるし、でアイテム特に今買うべきものもないし、改造な、どうしようかな。改造したとってだもんね。相談？うん。ちょっとお金に余裕はあるからな。まあでも、いいか。大丈夫かな。そうね。ハンドガンは、僕はブラックテイルが好きなんで、ブラックテイルまで我慢します。まあ結構、チャプター3の何本までいかないといけないから、あれ4の1だったっけ？ 3 の3の2とか3の3とか、これ売ってくれよって話なんですけどね。レッドナインめっちゃあるわ。ね、こいつガナードだけど商売に目覚めたガナードだからね。はい。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。次回ね、プロレスラーとプロプロする予定にしてますんで、ぜひね、動画ご視聴いただけたらと思います。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴どうもありがとうございました。次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。